皆さんこんにちは、トコブウッドです。今日は、いつも関わっている木がどういうふうに製材されているのかを見るために、弥富製材さんの方に工場見学に来ました。それでは早速行ってみましょう。うわーすごい。これは海外から来るんですかね。そうですね。カナダと、アラスカがメイン。へえ。広葉樹が多いんですか。そうですね。スプルスが。はい、スプルスが来るんだ。うちの7割とか8割。そうなんですね。へえ。でこれを水中で保管してる。あ、これはまた別の。普通にただ港に入って名古屋港に入ってそれを船で持ってもらって置いてあるだけって置く場所がないんで、はい、置いてあるだけ。へえ、すごい面白い。じゃあ水中に保管するときはまたこういう置き方ではなくて、ま、そういうことなんですね、はい、へえ。なんかこうイメージ水につけちゃうと、はい、なんかこう後で結局乾燥させるじゃないですか、はい、なんかダメになるって言ったらあれですけど、なんか二度手間なんじゃないかなってなんとなく思っちゃうんですけど、はい、そんなこともないんですか。まあその水中彫刻の話になっちゃうんですけど、はいはい、その完全に沈めるとまず虫が息できないので、まあ、虫がつかなくて、はいはい、で基本的に日割れ割れと変色を防ぐために沈めていて、でプラスで、浸透圧で、はい、水木材の中の水分が全部入れ替わって、なんか組織が壊れるらしくて、で上げて、で例えば製品にした時により早く乾く。ああなるほど、はい、その壊れてるからってことですね。すぐに水が出ちゃうから。へー、聞いてます。そうなんですね、はい、丸太が入って、うんうん、そこのクレーンで上に上げる。へえ。上げたばっかり。はい、ありがとうございます。すげえ。ちょっと切るとこも。はい、ありがとうございます。はい、今からこれを切っていただけるということのようです。海から上げて、切っていきます。すげえ。すげえ受け渡し。
重しになってるんですけど、はあはあはあ、でこれ真ん中のタモなんですけど、はい、沈んでる状態。へえ。でこっちがウォールナットが沈んでる。はい、まあ、両側にこう押さえてるものがあるんですね。で真ん中のがその目的のやつってことですね。へ、はい、すごい。ちょっと分かりづらいんですけど、でこれ浮かぶきなんで上から物乗せてるんですけど、はいはい、沈むきは逆に浮かせるってことですね。あれも同じなんですけど、もう重し乗せまくって沈めてるって感じ。へえ、すごい。作業してるとこ見ないとちょっと水中ジョブが分かりづらいんですよ。使ってるだけですよ。へえ。木が沈んでるって結構出た。それは大体どれぐらいでその貯蔵したのを出して、基本的には、1年半から2年貯蔵しといて、まあ、アクも抜けてすごい綺麗なのが製材もしやすくなるんですけど、今回コロナで皆さんもアメリカ行けなくて、大体アメリカかヨーロッパなんですよ、はいはい、買い付けが。なんで今ある在庫を沈めたばっかでももうすぐ使っていってるっていう感じなんですね、はい、へえ。そういうことですか。アクも抜いたりするっていう目的もやっぱあるんですね。製材しやすいっていうのはやっぱ柔らかいからってことですか。そうですね、し、まあ、癖がなくなるんで、あ、その分水吸って 重くはなって、はいはいはい、まあ、皮も剥きやすいですし、へえ。これ海水ですよね、もちろんね。これは遠いところのはどうやって引き寄せるんですか。あ、もう人力で向こうまで行って船で行くってことですか。あ、もう普通に歩いて行って、えで来年ちょっと水中彫刻が始まったんで、はい、まあ、船買おうか。で これを伝ってあの一番向こうの方とかまで歩いていくってことですか、はい、でこう引っ張ってくるって意味ですか。なかなかですね。うまいこと引っ張ってくる。それめっちゃ大変ですね。まあでも、まあ、楽はなんで、浮いてるからってことですか、はい。で、さっきのこのクレーンで上げるって感じなんですね。へぇ、すごい、面白いですね。まあ、結構うちは他がやってない仕事が多いんで、この辺も全部うちで作ってるうちのもんなんですよ。ああいうのへぇ、まあ、こういう木材とか、うん、何本欲しいとか、綺麗なやつね、とかの注文は受け入れます。そういうことですね。これちなみに何の木ですか。これ、まあ、多分スプルスプールですか。なるほどな。確かにもったいないな。はい、ということで、いかがだったでしょうか。工場見学に行く機会って、まあ、皆さんもなかなかないと思いますんで、参考になったんじゃないでしょうか。で今回伺わせていただいた弥富製材さんは、水中にあの木を沈めて保存するという、まあ、水中貯木というやり方をやられている製材所で、まあ、最近あの製材所もなかなか少なくなってきているということもあって、まあ、貴重な製材所の一つなのかなというふうに思ってます。で話をしている中で、伺ったのはやっぱりあの、端材がどうしても出てしまって、それをどういうふうにあの使えばいいかというのを、まあ、いろいろ考えているということをおっしゃってましたので、まあ、そういうところでなんかトコボウッドとしても協力していくことが、できたらいいのかなというふうにちょっと今から考えようかなと思ってます。はい、ということで、今回は工場見学をお伝えしました。この動画を気に入っていただけましたらいいね、それからチャンネル登録を忘れずによろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。